ゾルファガールは、イランが開発、製造し、イラン陸軍が運用する、主力戦車である。情報がほとんど公開されておらず、現在でも詳細な性能が不明な謎の戦車である。名称のゾルファガールは、イスラム教シーア派の初代マームである、アリー・イブン・アビータ・ターリブが使ったという剣、ズルフィカールにちなむ。日本では、ズルフィカーと表記されることがある。 開発の経緯は不明だが、イラン・イスラム革命以前に導入した、チーフテンや M A、M48A5、M60 パットンなどの西側諸国製の戦車が、イラン・イスラム革命による、国交断絶により整備に支障をきたすようになり、また、性能の陳腐化や、イラン・イラク戦争での消耗も、相まって、これら西側戦車の技術と、イラン・イスラム革命後にもたらされた、 T-72 の技術を応用した新型戦車の開発を開始したと考えられている。1994年にイランイスラム共和国軍によって開発が発表され、1996年に試作車が完成。1997年に量産が開始されたとされている。側面から見たゾルファガール1車体は特に全部のライトの配置などが、 M60 にかなり類似している。天輪やキャタピラも M48 や M60 に類似するが、補助天輪は5つに増加している。砲筒は M1A ブラムスに類似した独自の溶接砲筒であり、高さが極めて低く曝露面積の減少に貢献している。装甲についても不明だが、爆発反応装甲を装備していないことから、複合装甲の可能性もある。 エンジンは不明だが、排気口が、車体後部に見えることから、エンジンは 1000HP 級のディーゼルエンジンと、考えられている。最高速度は、イランイスラム共和国軍によると、時速 70km と発表されている。照準機は、光学式照準機が主力である。砲弾は、手動装填で、薬室は核壁化せずに、砲弾バスルの弾薬化と、 バスケット床上に配置、バッテリーも剥き出しの状態で操縦主席の直下に配置され、第二世代主力戦車的なレイアウトであることが確認できる。手法はロシア製の 125mm 格好砲と考えられている。射撃統制装置はレーザー圧速虚偽が手法基部に見えることから、第三世代主力戦車並みの高度なものが搭載されていると考えられている。 当初は、副武装を有していなかったが、後に、DSHKM12.7mm 機関銃を、砲塔左側キューポラに装備したタイプの存在が、明らかになった。同軸機関銃については不明で、装備すらしていないとも言われている。1997年に量産が開始されて、以来、対空機銃の装備や、サイドスカートの装備などの改良が行われている。 現在もチーフテンや T-72、サフィール74と共に軍事パレードに多数登場しており、かなり多数が配備されているようである。近年になってスーダン軍の軍事パレードにゾルファガールが登場した。ありがとうございます。